渋谷なのに錆びれてるな。禁足地ってな、よくない言い伝えとかがあって安易に開発できない場所もあるんだよ。実はカラカサ小僧だが、古い傘なんかの道具は妖怪になることがある。この時期に雨が降ると見つかると逃げちゃうの。妖怪になったら。そんなことないよ。慌てずに食べな。いた、カラカサ小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。元の傘に戻ったな。あの子に返してやろう。お兄ちゃん、ありがとう。この傘、おばあちゃんに。きっと喜んでくれ。